はい、皆様こんにちは。今日も動画のご視聴誠にありがとうございます。いつも感謝しておりますということでですね、今回はこちらの方をね、組んでいきたいと思います。アルピーヌルノー A110 ということでね、こちらの方をね、これからね、組んでまいりたいと思います。まず説明書通りに行くと、まずエンジンの組み立てということからね、今こちらの方ちょっとねバラしました。バラして、バラじゃねえ、ランナーから来て今ここに並べました。はい。でね、こちらちょっと今ちょっと組んでいきますんでね。でそれでですね、このキットなんですけども、まあどのキットもそうかもしれないですけども、特にこのキットっていうのはちょっとね、合いがちょっと若干悪かったり、バリの方が多いんで、切った時にちゃんと一回合わせて見てね、きちんと合いが合うかどうかっていうのをね、このキットちょっと確認した方がいいと思います。僕もちょっと今それの処理をしていました。はい、ということでね、こちらの方をねちょっとね組んでいきたいと思います。まず最初にこれかな、これとこれを合体ということなんですよね。これとこれを合体、こういうとこもね全部ね、こういうのはあれかな、ちょっとセメントでつけた方がいいかもしれない。こんな形でね、はい、ぴょん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 、ところどころにつけていってね、いきたいと思います。でね、このキットですね、これエンジンはついてるんですけども、なんちゅうの、ボンネットが開かない仕様になっているので、まあ、このエンジンを作っても、まあ、作ってね、もう組んでしまったら、このエンジンを見ることは、まあ、ほぼないということですね。そういうね、キットになっております。まあ、別にね、まあ、楽しみながら組むんだからね、特にね、そういうところは気にするものではないと思います。で次にこれね、これをポンとこちらの方に乗せます。向きはいいかというのをちゃんと確認して、あ違うな、これ後の方がいいかな、あこっちの方がいいな、先にねこっちの方を、結構ねこういうとこねバリが出るんですよ、このキット。ということでこっちの方がいいかな、これもね、高さがね、ちょっとね、若干ね、合わなかったりしますんで、ちゃんとね、ヤスリなんかでね、ヤスリ、私ね、ちょっとこれ使ってますけども、こういうヤスリで、鳴らしていった方がいいと思います。はい。で、最後にこれだね。これがね、ちょっとね、向きがあるんで、こういう形かな。あるんで、こういう形でね組んでいけばいいと思います。はい、これがね、この底につくのかな、こんな形で、はい、よいしょ、違ったかな、こうだ、こんな感じだね。あ、パチッと今入ったね。はい。まずね、エンジンの形はこんな形です。はい。まあ、組み立て自体はね、そんな難しい感じではないです。はい。はい、それでは、アルピーヌのね、エンジンの方はね、一応ね、こんな形でね、まあ一応塗装しました。こういう感じで、ね、仕上がりました。非常にね、小さいエンジンです。はい。まあ塗装してもどっちみち、こちらの方は見えなくなるんでしまいますけどね。大きさどのぐらいかという、これ、タミヤさんのね、塗料の瓶と比べたら、このぐらいの大きさです。はい。
小さいですね。こんなね感じのねエンジンです。はい、それではね、まあ、エンジンの方もねこんな形で組み上がりましたけどね、これね別にねあのなんていうの見えなくなるんで無理してね塗装する必要もね特にはねないと思いますよ。うん、まあ時間があって塗りたいっていう人はね塗っても構わないですからね。はい、ということでねこちらの方ねまだね次とね進めていきますね。これのね次がまあエンジンの取り付けとなっておりますけども、まあどっちかというとシャーシ部分の方のね組み立てとなっていきますんでね、よろしくお願いいたします。よく見ててくださいね。はいはい、それではね組み立ての方ですけどもね、まあ先ほどねエンジンを作ってそしてシャーシに入れてリアサスペンションまでこちらの方入れました。こんな感じなんですよね。で結構ねまあ細かいのは細かいんですけども、うん、何しようかな、うん、キットもキットなんでねちょっと部品もね折りやすい可能性もありますし、まあ、ややっぱちょっとね簡単なようでね難しいんですよ。これがねリアサスペンションの方ですね。これね、はい、こんな感じでね一応出来上がりました、まあ、これのね続きがねどちらかな、こちらが今度は前か、あリアローアームかな、リアをリアローアームを組み立てて、それからね前のねこちらの方のねサスペンションを組んでいくというね感じですね。うん、ちょっとねちょっとあれかな、まあまっすぐ、まあ大体まっすぐなってるかなって感じかな。うん、こんな感じ、まあ回ることはないですけどね、回る必要はないですけども、こういう形でここまでね一応出来上がりました。うん、細かい割には結構作りごたえがあるというねこのね、RP のね後ろのねリアサスペンションの組み立てでございます。はい、でこれね続きまして今度ね前の方もね一応やっていきたいと思います。本当はね組み立てるところも見せてあげたいんですけど、ね、細かいからね、まあでもねこれでもねやっちゃうんですいませんね、こんなかこういう形でしかちょっとねお見せすることしかできないですけども、こんな感じでございます。はいはい、それではねちょっとね部品の方なんですけども、一回ちょっとね外してね塗装できるところは塗装してみました。こういう形です。はい、これからねまだねこれで組んでいくところはね組んでいきたいと思います。でそれでねこのタイヤのホイールなんですけども、これね中の方はねこれをオレンジに塗ったんですよ。これねなぜオレンジに塗ったかというと、ちょっとね YouTube でねこのアルピーヌの動画を見てたら、なんていうの、このオレンジに、ね、塗ってあるのがあったんですよ。あ、これいいなと思ってオレンジに塗りました。はい、説明書にはねこういう塗り方は書いてないです。おそらくガンベタかなんかでそのままのねホイールの色そのままキットのそのままでね使ってもねいいんですけども、なんかこっちの方がいいなと思ってねこの色にしてみました。はい、うん、どうでしょう、なかなかねいいかなと思ってますね。まああとはねこれシャーシの方ね、あとシャーシの方もねふっつけて、まあいろいろとね、まあ、ちょっとねできるところだけは小さな部品の方を作ってみましたと。はい、これからねまたこれをね少しずつね組んでいきたいと思います。はいはい、それではねアルピーヌですけどもね、まあ下回りの方は一応このように出来上がりました。こんな
感じです。はい、ここまで作ったのもね、結構ねあれですね、作業的にはねまあまあの感じではございます。まあ内装はこんな感じね、そしてホイールもねこういう形です。はい、で裏はね先ほども説明した通り、これね一応スケルトンにしてね、このようにしてね組み上げました。はい、まあ、前から見たらこんな感じかな。まあ前から、まあ、エンジンがね一番今のところ一番いいのがこのエンジンですね。はい、エンジンがねこんな感じでね組み上がりました。まあ内装はね、まあ、この辺っていうのはね組み上げてしまったらほとんど見えないところではございますけども、こんな感じで出来上がりました。はい、それでですねこれのね次なんですけども、まあこちらのねあのボディの方行くんですけども、これがですねあの窓枠ね、窓枠今ちょっとまだ部品外してないんですけども、窓枠にですねマスキングテープかな、このキットの場合ね付いてないんですよ。はい、これかな、まあ主にこれなんですけど、これマスキングテープが付いてません。だから自力でねちょっとまあ塗らなかったらならないというね形なんですよ。で横の窓はこちらもマスキングテープはありません。これはねあのちょっと説明図を見るとこれには塗らないで窓枠の方かな、こちらの方にあの色をねまあシルバー系と、まあ、クロームシルバーを私の場合は使いますけども、まあ、そちらの方をね塗っていくというね感じでございます。はい、だからちょっとねマスキングテープがないのがちょっと窓枠つらいかなっていうね感じはしますね。はい、うん、こんな感じでね、まあ、少しずつね作っていかなきゃならないという感じです、ね、これはまだねこのままになってますけどもね。はい、こういう形です。どうでしょうか。はい、ここまでねできました。こんな感じということで、本日のね動画のご視聴の方誠にありがとうございます。これからはね、まあ、外装かな、こちらの方、まあ、このボディのね、まあ、デカールは貼りましたけども、こちらの方をね少しずつねやっていきたいと思います。はい、それでは本日の動画の方ね誠にねありがとうございました。またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。はい、それではね、これ下の方かな、サッシの下の方をね組みました。こんな形ですね。これねあのタイヤもね、タイヤとホイールもねこれね組みまして、マフラーも入れてでね、この下の部分なんですけどもね、これあのこちらとこちらとね透明な部品です。はい、まあちょっとねスケルトンにして見やすいっていうか、そこを見た時にあこんなになってるんだという形ですね。指示ではね、説明書の指示ではこれもね黒に濡れとなっております。これ黒と濡れとはなっておりますが、私はこちらの方はスケルトンにしました。なんか下噛んじゃったね。はい、こんな感じね、こういう風になりますね。でね、あとねボディなんですけど、ボディねはね一応こういう形でもうデカールも貼って、あとねウィンドウのねこっちだけを貼る形にしてますね。これがあとねまあこういう形でね出来上がっていくっていうね感じになります。はい、だんだんね出来上がってね面白いキットですね。はい、ということであとはね中の方をね徐々にね組んでいきたいと思います。はい。